そうですね、なかなかチームとして結果が出てない中で、まあ、本当に選ばれた11人、まあ、メンバーに入った18人、まあ、メンバー入れなかったみんなで本当今週1週間すごいいい練習してきたので、まあ、そういった部分でこうチームの課題を、まあ、前回より確実に今回の試合の方がよくできたことが、まあ、結果につながってきたと思うので、まあ、今日もいい部分も悪い部分もあると思うので、まあ、そういった部分もまた1週間いいトレーニングをして次に向かっていきたいと思います。まあ、僕自身本当にずっと出れない時も、まあ、トレーニングで取り組んできた部分だとか、なんだろう、一貫して自分の成長のためにやってきたので、まあ、本当に、まあ、久々の試合でしたけど、まあ、気負うことなく本当に普段通りのプレーができたと思うし、まあ、もっともっとゴール前で、たくさんチャンスを作れた、チームとして作れたかなとは僕自身は思いましたけど、まあ、やはりリスク、まあ、真剣勝負の中でリスクを負えない部分もあるので、またそこはやはりユニットとしてゴール前引いた相手をどう崩していくかっていうのをもっとチームとしてトレーニングしたら、まあ、ゴールももっと増えていくと思います。まあ、本当に一試合一試合僕たちは J1 昇格優勝に向かってやっていくだけなので、本当に最後まで共に戦ってシーズン終わった時に笑顔で共に神戸参加を歌えるように頑張りましょう。ありがとうございます。